中行われるゲームです。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。キックオフでスタート。フラメンゴ対アルナスル。このトッププレイヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。そうですね、どちらも実力がありますからね、面白い試合になるでしょうね。はい、ここはつながりません。これはファールの判定。狙っていきましたが、このシュートは枠の外。しかしね、あそこから決められたらすごいですよね。このゲームの注目はやはりネイマールでしょう。彼といえば数々の息を飲むようなプレーですよね。芸術的なプレー期待できますよね。そうですよね、ドリブル、シュート、フリーキック、どれをとっても一流のテクニックですからね。はい、次はどんなプレーが飛び出すのか予想もできませんからね。そのテクニックで数々の栄光に輝いた偉大な選手ですものね。思わず子供たちが真似したくなるような。頭きた先制。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。これは積極的な守備が効きましたよね。そこからシュートまでの流れも素晴らしかったですよね。aos 11 minutos do primeiro tempo pelo jogador camisa 94さあ、フラメンゴ、この早い段階で失点といきなり足元を救われてしまいましたね。いや、強豪同士いきなりスコアが動くゲームになりましたよね、はい、失点した方は追加点さえ与えなければまだ序盤なのでいくらでも立て直しは効きますよね。そうですね。おっと来たぞ、自分で行く、スルーパスを出す、シュート、テアステーゲン。キミッヒ、キミッヒからサラー、スピードアップしたいところだったんですけどもね。クリアです。ここは抜かせません。さあ、ここから持っていく、ソン・フンミン、抜いた、上がっていけるか。ここは間合いを取る。あっと PK か、PK です、 PK。 フラメンゴペナルティーキックを与えてしまいました。追加点のチャンスを迎えています。ボールを決めて追加点、ここは確実に決めてきました。きっちりと決めてきましたよね。さすがですね。
さあアルナスル、得点を重ね2対0という展開。アルナスルとしては 2-0 になったことで、シュート、これは見事なセービング、さすがのプレーというところでしょうか。難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたよね。決定機を阻止しました。このファーストハーフ最初のコーナーキックはアルナスル、インターセプト、ウジョルからサラー、ウバルディオル、このボールをカットします。これは合いません。ドリブルで仕掛ける、ベッカム、ベッカムからジーコ、これはチャンス、シュート、ゲット、フラメンゴ。さあこれであと1点差。さら技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。そうですね、普段の練習通りって感じじゃないでしょうかね。この場面でこういう精度の高いシュートを打てるのはやっぱり自信もあるんでしょうね。さあフラメンゴ、これで相手を射程圏内に捉えたでしょう。ちょっとこれ分からなくなってきましたよね、はい、このままの勢いでもう1点ってこともあるかも。レイバー、いやーよく止めましたよね。素晴らしいですよね、ファインセーブですよね。アルナスルは今のカウンターよくしのいだと言っていいんでしょうね。バタバタした守備の中でキーパーだけが冷静でしたよね、まあ、次からもう少しリスクマネジメントを考えた方がいいですよね。アルナスルはここクリアで難を逃れます。チャンス、対応します。さあカウンタースピードを上げたいところ、いけるか、もう一度組み立てます。インターセプトを狙う、ここでファールがありました。レフリーの答えはイエローカード。Teremos 3 minutos de acréscimo. ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。さあカウンターのチャンスになります。裏を狙っていきます。お、これいいですよ。裏のスペースを狙う、こういうボールでしょ。オフサイドですね。前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。前半終え2対1。しかし北澤さん、前半はもう完全に点の取り合い、凄まじい展開になりましたね。次の1点がどちらに動くのかで違ってきましたね。フラメンゴとしては必死で1点を取りに来ると思いますから、その辺にも注目ですよね。フラメンゴ対アルナスル、ではこの後も試合をお楽しみください。
Substituição no time do Flamengo. Camisa 7. Sai para entrar o jogador. Camisa 7. リードはされてますけども、十分時間はあるので、しっかりボールを握ってペースをつかみたいですよね。この後半最初の時間帯は重要になりますよね。はい。このセカンドボール抜けてくるクロス。キミッヒ。キミッヒ、彼のオーバーラップは攻撃のアクセントになります。いや、これはカウンターのチャンスですね。フェイントを見せます。ここは奪います。来たか。モドリッチからソン・フンミン、自分で行く、コース空いた。いや、これは見事に相手カウンターを阻止しましたよね。ちょっと焦るシーンだったと思いますけどもね、冷静な対応で素晴らしかったですよね。さあ、つながるか。いいと変えますよ。足元大事に行きます。さあ、アンデルソン・タリスカ、あっと倒された。 PK です。ここで PK。 ちょっと厳しく行き過ぎましたかね。フラメンゴペナルティーキックを与えています。ここを決めるとまた差を広げます。いやね、 PK での追加点はね、結構メンタル的にきますからね。セーフ。もっと決められない。キッカーとして後に引きずらないことが一番大事になってきますよね。気持ち切り替えてこの後のプレーで挽回していきたいところですよね。Público presente na partida de hoje. さら、これは来た。スルーパス。厳しくチェックします。果敢にスライディング。フラメンゴとしては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につなげられますよね。はい、相手にプレッシャーをかけていきたいところです。裏へ届くか。マラドーナからネイマール、一旦前を取る。モドリッチから中へ。タリスカ、ベッカム、このボールに触ります。サラー、サラーからマラドーナ、ムバッペへのボール、いいでしょ。上げる、スタート、フラメンゴ。ここに来て追いつきました。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。攻撃がスタートしてから流れが良かったですよね。やっぱり一瞬でもコースを開けると最後まで持っていかれちゃいますよね。Substituição no time do Flamengo. Camisa 10. さあ、ともに選手交代があるようです。Camisa 11. さあ、フラメンゴ、見事な同点劇を見せています。ハイレベルな選手が揃う中で、一気にチャンス。ムーバッパー。Camisa 13. パス
スを受けてシュート、しかし決まりません。ディフェンスラインの背後ですね、チャンスありますよね。ムバッペ安定してのシュートでした。フラメンゴは選手交代のカードを残してこの時間帯を迎えています。これは積極的なチェック。このセカンドボールはさあこのセカンドボール、さあ最後の一押しになるのか。フォーデン、さあフォーデン、フォーデンが上げる。危ないシーンでしたがクリアの対応。シュート、ペアステーゲーム、セカンドはさらにいった。いやフラメンゴ絶好の得点機、ものにできません。両チームともなかなかこうゴールをこじ開けるのは難しい状況ですよね。こういった緊迫した状況は非常に見応えありますよね。スペースを使う、オフサイドになります。残り時間は10分を切っています。フラメンゴ危ない、ディフェンスこれを読んでいた。守備陣クリアの対応です。ベリンガムはベッカム、グリマルド、さあ右へ預けて渡ればチャンスですが、うまく噛み合いませんでした。さあ中は人数かけよう、アルナスルはあわやというシーンでしたがここはしのぎます。メッシ、テアステーゲン、テアステーゲン素晴らしい反応でした。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。ここは一つ重要なセットプレーになりますよね。トス触る、フォーデンから左サイド、さあグリマルド、グリマルドから中直接行ってしまいました。さあ一気にカウンター、ウバルディオル、ネイマールへこのパスを受ける、シュート、ロングボールで展開、フォーデンが受ける。さあ左サイドへ、ビルフォーデンへと呼んでいた。しかし主審ここで長い笛、試合は PK 戦へともつれ込みます。前後半戦い抜きましたが結局決着はつきませんでした。まああっという間に終わってしまった感じですけども、それだけ白熱した戦いだったということですよね。まだ PK がありますけどよく戦ったと思いますね。戦いはまだ終わりません。必ず勝者と敗者が決してしまう PK 戦、最後まで見届けましょう。さあ PK 戦が始まります。
独特の緊張感がスタジアムを包みます。さあまずは最初の一本、このキックどうだ。一本目はきっちりと沈めました。最初はプレッシャーありますけど落ち着いて決めましたね。ボールが置かれます。さあどうする、どうだ。さすが前ですね、落ち着いてますよ。これで1対1タイに戻しました。ベッカム、正確なコントロールを持っている。池の名手ど真ん中、いや正面に蹴る勇気でしたね。ネイマール2番目のキッカーです。コースはキーパーの逆をつきました。緊迫した状況ですけどしっかり決めてきましたよね。ムバッペ3番目のキッカーです。さあどこを狙うのか、読みは正しかったんですが及びませんでした。いや落ち着いてましたよね、キーパーの動きを見てましたかね。アルナスル3人目です。どうだ、おっとキーパー防ぎました。気迫を感じるセーブでしたよね。さあ引き離すのか、さあどこへ蹴る、決める。これで2点差がつきました。ちょっとねこれで厳しくなりましたよね。もうプレッシャーとの戦いになりますよね。さあどうだ、止められない、決着はつきません。いや落ち着いてしっかり決めましたよね。フラメンゴ勝利は目前です。決めるか、決めます。そして決着がつきました。フラメンゴ PK 戦までもつれ込んだこのゲーム見事制しました。さて北澤さん、最後は PK 戦での決着となったわけですがいかがですか。フラメンゴとしては PK もそうですけども、そこまでがねやはり思い通りに動けてましたから、そういった姿勢も評価できますよね。そうですね、ありがとうございます。そろそろ放送時間もなくなってきました。本日の解説は北澤豪さんでした。本日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。フラメンゴが勝利をものにしました。